どうも、オナです。私はですね、今羽田空港の第2ターミナルに来ております。ということでね、第2ターミナル羽田空港で、これだけ人がいるのはなかなか珍しいですけどもね、それもね、そのはずでございます、ね、今ですね、23時21分でございます。というので、今回なんですけども、ANA がですね、イタリア・ミラノにですね、就航するということで、初便乗っていきたいと思っております。ということで、今からイタリアに行ってまいります。でタイムテーブルを見てるんですけれども、そうね、夜1時5分出発なんですよね。ということで NH207 便でございまして、はい、ミラノにですね、新規就航ということで、そう、今日なんですよね、ということで今ですね、地下1階にいるんですけれども、第2ターミナルのですね、国際線出発ロビーの方に行きたいと思いますけど、そっちはなんかちょっと社員の方とか、そっちの方は結構盛り上がってたりするのかな、もちろん報道の方とかもいらっしゃるとは思いますけども、少なくともここはもう全くね、ガランとしてるような感じでございます。いや、国際線の方に行ってみましょう。いやでもね、この路線ね、ずっと乗ってみたいと思ってて、コロナ前にね、発表してたんですよね。だからコロナ禍で延期になってやっと就航ということで、この、イタリア・ミラノだけじゃなくて、これからね、イスタンブールと、あとスウェーデンのストックホルムにですね、就航ということですね。まず一発目が、はい、このミラノでございます。 ANA の勢いすごいですね。ということで、ちょっと今向かってるんですけども、夜1時になりますからね。でもまあ逆に言えば寝てたら着くんで、いい時間かもしれないですね。よし、ういということで来ましたけども、国際線なら多少人いるかなと思うんですけど、今回この便だけですかね。誰もいないわすごいな、本当に飛ぶんですかっていう感じですね。はい、はい、ということで、もう国内線出発ロビーはね、もうガランとしてるような状態で、もうね、全て飛行機はもう多分終わってるような感じですね、この時間は。こちら第2ターミナル国際線ですけれども、タイムテーブルありますけれども、もう一番遅いフライトになりますね、こっから出るフライトは。もうまさかこんな人はいないとはちょっとびっくりです、もう誰もいないんですけれども、もうせっかくなんでセルフチェックインしようかと思います。今回ちなみにエコノミークラスなんで、14時間のフライトになりますんでね、結構大変なフライトになってます、ちゃんと航空券も買っております。はい、マイルの登録とかもできてるとは思う。そうですね。おということで、結構やっぱりね、商品ということもね、多分もうあって、多分商品狙いの人もちらほらいらっしゃいますけど、でも座席は満席ではないですね、というのでちらほら空いてて、今のところ私の横も空いてるような感じですね。すごいラッキーです、このまま、という感じです。ということで、じゃあこのまま一応、じゃあ、別に機内持ち込んでもいいんですけれども、タグもちょっともらっておきたいので、せっかくなんで、はい、もらいましょう。すごいね、 ANA でイタリアね、行けるなんてちょっと感激ですね、搭乗券も出てきました。こちらになります。はい、じゃあお願いします。このカーム認証っていうのね、以前から気になってたんですけど、使ったことないんで、もう使えるのかなこれ、ちょっと人がいないんで、ちょっと触っちゃいましょう。バーコードスキャン、お、すごいね、出てきました。でパスポートスキャン、これでフェイスエクスプレスで登録しましたけど、これはもう1回きりなのかな、ずっと使えればいいんですけどね、毎度だとちょっとあれですよね、というわけでとりあえず登録してみました。両替屋とかもします。中はやってるのかな、閉まってたりとかもしますんで、ちょっと準備はあれかもしれない、しっかりした方がいいと思います。じゃあこれで預けましょう。もう最後の、ね、お客さんじゃないかなみたいなスタッフの方に言われまして、じゃあ行きましょう今から。よし、じゃあ出国します。はい、ということで、ね、無事出国いたしました。多分ね、もう終わっちゃったかなイベントちょっとぜひ見たいと思ってたんですけども、そうやね、これを見るともう終わっちゃった感じですね。ちょっと出遅れたっていう感じなんですけども、もうでもすごいですね、こんな時間帯でもね、もう社員の、ね、ANA の、ね、スタッフの方がたくさんいらっしゃって、ね、報道の方もいらっしゃって、お疲れ様って感じでございます。ということで、今度、ね、ちょっとこういったものをね、配ってたようで、ちょっと私出遅れましたね。これはあれかな、イタリア大使館かなんかが
だったんですかね、分かんないです。下で多分言えばまだ。あ、まだ終わりますか、はい、じゃあもらいに行きましょうか、はい、どうもありがとうございます、はい、よし、ということでやっておりますね。イベントはねちょっとね早々に終わってしまったということで、まあちょっと仕方ないんで、まあとりあえずは多分ねこの時間帯だとね機内食もねそうしばらくは出てこないんじゃないかなっていう風な感じがしますので、ちょっとラウンジの方でちょっとなんかそばでもいただきたいなっていうふうに思います。とりあえずちょっと行ってみましょう。やっぱり時間が時間のだけに結構空いてますね。もうシンガポールのお客さんも乗っちゃってる感じですかね。多分今いるラウンジにいるのは23時、多分ミラノ行きのお客さんだけだと思います。それでもこんなにねラウンジが綺麗に整えられているのはさすが ANA だなって思いますね。すごく綺麗、結構イタリアの方っぽい人もいらっしゃいますね。あ、じゃあ豚骨ラーメンいただきますか。はい。あ、すいません、ありがとうございます。いいですね。はい、ごゆっくりどうぞ。ということで、いつものね、セットでございますけど、多分機内食は夜なんでちょっと出ないかもしれないんで、もう先に食べておこうって作戦ですけど、どうですかね。うん、じゃあ、いただきます。よし。これ美味しいですね、まあ、やっぱりでも ANA でイタリア、まあ、イタリアっていえば、ね、ヨーロッパの中でも人気の観光地でありますけど、今までねイタエアウェイズがローマに飛ばしてるだけだったんですよね、うん、でミラノに関しては今までねそうコロナ以降はね直行便が日本からなかったんですよね。さあ結構ありえなくないくないですか、まあ、コロナ前はね私もね、まあ、だいぶ前にね成田空港からねアリタリア、まあ、アリタリアなくなってね破綻してねイタエアウェイズに変わって、まあね、破綻しちゃいましたけれども、そこが唯一ローマを飛ばしてたんですけども、イタリアね、まあ、今回 ANA が直行便をね新規就航させるということで、いやこれやっぱりまあそのイタリアまで ANA で直行便できるっていうのはめちゃめちゃ大きいですよ ね。ステータスがやっぱりこういう風に使えるんで、まあ、エコノミーであっても SFC とか持っていればラウンジ入れますし、まあ、ANA のマイル余ってる人はね ANA のマイルでもイタリア行くことができるんで、これは結構大きいですよね。ということで最大限私も活動させてもらってます。やっぱりイタリアって人気の観光地でもありますしね、多分仕事とかでもね使えると思うんで、やっぱりこの路線絶対成功するんじゃなすると思ってるんですけどね、どうですかね。今日から飛ばすことになります、うん、はい、というのでこちらがホームページになってますけれども、そうここね、はい、ミラノ、ストックホルム、イスタンブルということで、まあ今までありそうでなかったような路線って感じですよね。ここに飛ばすということで、ただねちょっとデイリーではないので、そこだけはちょっと気をつけてください。ミラノの場合だと火曜日、今日火曜日ですけども、ね、木曜日です、日曜日が出発となります。現地は8時30分到着ですね。帰りは出発10時半なのでちょっと早いかな。値段なんですけども、だいたいまあ例えば 1ヶ月後先ぐらいのフライトだと30万円とかそれぐらいで出てきますね。普通に買おうとしたらやっぱりなかなか ANA 値段ね、まあ、こんなもんでしょうって感じですかね。
まあ、あとは いかにこう特典航空券とかでそういったところを活用するかっていう感じですかね。ちなみに経由便だとね、エティアト航空が15万円とか、例えばエアチャイナ、ね、中国もね、まあ、やっと日本人が自由に、ね、入国出国するできるようになりましたけれども、10万円とかで飛ばしているということで、まあ、この値段だとな、迷うところでありますけど、一応このような値段で飛ばしているって感じですね。まあ、行きはでもあれか、15時間25分になってんな。やっぱりね、ロシア上空を飛べないので、もう2年ぐらい続いてますけども、はい、もう引き続きこれでやっていくっていう感じですかね。ちなみに ITA Airways と ANA はコードシェア便お互い組んでるので、イタリアに関してはもう JAL が入る隙がないって感じですね。 ANA が強いです、うん、まあ、こっちはスカイチームですけどね。あ、でもローマ直行便もこれぐらい値段しますね、25万とかね、うん、こんな感じです。はい、料金は May I have your attention please? Boarding for ANA flight to Milan will start at 12:35. We will first invite passengers needing special assistance, those traveling with small children age 2 and under, expectant mothers for pre-boarding.ということで、お店もこの時間帯にもかかわらずね、しっかりやっておりますね。うん、ね、第2ターミナルとね、本当にもうチェックインでこうサクッとできるんで、うん、もう本当にね、イタリアまで1時間半前とかに空港を着いて乗れるとか、そんなスケジュールもね、全然いけると思うんでね、第3ターミナル結構混んでたりするので、ちょっと早めに行った方がいいかもしれないですけど、そこがやっぱりいいですよね。うん、あ、でも両替とかちょっと空いてるとか確認できませんでしたね。もしね、ユーロ持ってない方は事前に用意してた方がいいかもしれないです。まあ現地で、まあでも日本で両替した方がレートいいからな。まあね、日本でどっかで両替しとくのが良さそうですね。夜1時はでも考え方によっては、でもまあ使いやすい便かもしれないですね。特に日本に住んでる人は、まあ仕事終わりとかもちろんね、大阪とか、まあ、北海道とか、ね、福岡とか。最終便乗っても多分これ乗り継げるんで、第2ターミナルでね、使い勝手は良さそうな感じはしますけどもね。まあこの夜1時5分出発ということでね、うん、ただやっぱり、ね、お客さん見てるとほとんどの方はやっぱり日本の方なのかなっていう感じですけども、まあ、イタリア、ヨーロッパの方もちらほら1割ぐらい、あと中華圏っぽい方もちらほらいらっしゃったりとかね、まあ、乗り継ぎで来られてるお客さんとかも、ね、いそうな感じがしますね。まあ、結構いたエアウェイズはローね、あちらはもう本当にヨーロッパの方がメインでしたけども、本当に面白いもんで、各航空会社自国の人が多い傾向にありますね。じゃあ間もなくしたら搭乗が始まると思いますので、もうちょっと待っときましょう。まあちょっとセレモニーを見れなかったんですけれども、初便のなんかお土産ぐらいはいただきたいなっていうふうに思ってますけども、ありますかね。じゃあちょっと待っておきましょう。搭乗時刻は35分ですね。よし、じゃあフェイスエクスプレスで行ってみましょうか。あ、登録しました。新しい旅が始まるミラノ12月3日、はい、ということで、そうね、大聖堂やね。初便はでもテンション上がりますね。はい、ということで、多分今回フェイス ID のところ並んでみました。ちょっと来るのは正直迷ったんですけど、来てよかったです。
とうございます。お待たせいたしました。はい、どうもありがとうございます。すいません、ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。いただいていいですか。じゃあ、ありがとうございます。いってらっしゃいませ。はい、ということでいっぱいいただきました。ありがとうございます。ちょっと中で見てみましょう。ということでフェイス ID はね、ちょっと私の登録がおかしかったのかちょっとうまくいかず、ちょっと横で入れさせてもらいました。というね、今回はね、ビジネスクラス787になりますので、それで今回私はエコノミーになりますので、こちらになります。まあ、ファーストクラスは設定されてない機材なんで、まあ、最高でもビジネスっていう感じになります。ということで多分 CA さんもね、めちゃめちゃ嬉しいと思うんですよね。イタリアまで行って、ね、まあ、仕事で行けるわけですからね、最高ですよね。というのは、まあ、ちょっとそれは完全に私の目線なんですけど、どうでしょうか。じゃあちょっと中に入ります。はい、こんにちは、お願いします。こんにちは、すいません。ここがプレイコですね。登場までお待たせしました。あ、すいません、こんにちは。ご登場ありがとうございます。お、いいね、誰もまだいない、ラッキー。33円なので、もうだいぶ後ろです。誰もいないっていうね。はい、すいません、こんな状況の中。ただもうお客さんはね、ほぼ満席なんで、多分これからお客さんたくさん乗って来られると思います。15時からフライトになるんでね、まあトイレで、ね、ちょっと窓側の座席取ったんで、いやちょっとね、トイレできればもう行かないで済みたいんですけど、15時間かちょっときついね。まあ、横の人が行くタイミングでちょっと1回ぐらい行きたいなと思うんですけど、とりあえずはもう あんまり、まあ、ね、夜なんでフライトなんで、ね、起こすのは申し訳ないんで、ちょっとね、万全体調整えてから、はい、座りたいと思います。じゃあちょっとキーレスウォシュレット付きの78なんで、でもフェイス ID いいかもしれないですね。ダイヤモンドと一緒のタイミングでね、開けてくれるんで、事前に登録っていうのはちょっとあるんですけど、ね、早く機内に入りたい時は登録しておくといいかもしれないです、ね。でもね、78なのでこちらでイタリアに行くことになります。先ほどのうちわもいただきました、ありがとうございます。そしてシールもいただきました。 ANA からいただいたやつはちょっとこれはまた後で見ようかと思いますけど、お、すごいこんな感じになってるんですね。お、しかも搭乗証明書もいます。ありがとうございます。もう早速こっち開けちゃうとこかと思います。というのに結構すごい、なんだこれ、タンブラーかな。それとこんなね、なんかすごい、なんだろう、めっちゃ気になるやつが、すごいかっこいいね。お、ドリップコーヒーですね。すごい、ANA の。で、こちらさっきの搭乗証明書とノート。こんな感じになってます。すごい。いや、これね、これめっちゃ嬉しいですね。めっちゃ嬉しい、これ。こんな感じです。皆様、こんばんは。ANA 平野行き207便でございます。今日はご搭乗いただきありがとうございます。手荷物は座席の上の物入れ、または前の座席の下にお入れください。この便はイタエアウェイズとのコードシェア便です。皆様と共にミラノへ出発いたします。お手伝いが必要な際には遠慮なく客室乗務員にお知らせください。はい、ということで、もう乗り始めました。すごいね、この時間に手振ってる方もいらっしゃいますね。おー、すごい。ANA の CA さんのイタリア語は機械音でもない。すごい。わ、一番感動したかも。あ、すごいな。もう絶対ね、個人的にはもう ANA のね、英語のアナウンスもね、やめてね、やっぱ CA さんがね、行った方がいいよ。イタリア語もいいね、グラッツェってね。すごいね。ということで、まさか
イタリア語を勉強されてた方なのかな。ということで、この15時間のフライトではありますけど、横はバッチリ空いてる感じです。ご搭乗ありがとうございます。Welcome on board. 機内の安全についてご案内します。必ずご覧ください。シートベルトは腰の低い位置で緩みのないようお締めください。Keep your seatbelt fastened tight and low at all times. Remain seated and wait for instructions. 脱出時の撮影は禁止です。Photography is prohibited during evacuation. Contact the cabin attendant.ということで、安全ビデオも、まあ、国内線もそうですけど、このタイミングで合わせてか分かんないんですけども、そう、ポケモン仕様に変わってましたね、うん、これも知ってはいもりましたけども、いや、見れてよかった、初めて見ましたということで、すごいですね。もうでもほとんど基本的な線列しっかり埋まってる感じで、庶民はエコノミークラスでも全然いい感じですね。ほぼ帝国通りですね。素晴らしい。結構庶民はね、やっぱり遅れることとかあったりしますけど、そこら辺は全然なかったです。まあ、さすがにね、庶民、まあ、この時間なんで、見送ってくれる社員の方はね、まあ、もうほとんどいらっしゃらなかったですけど、いつも盛大にやってくれますけど、うん、それでも、CA さんが気合入ってるのは分かりますね。すごいね、こんな時間でも、しっかり、ね、業務をやられてる。皆様、港に向け離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。We are ready for takeoff. Please make sure that your seat belt is securely fastened. Thank you.しばらくは出ないと思ったんですけど、がっつり出してくるみたいですね。
JAL のロフト便がね、深夜2時で、機内食はもうしばらく出さないみたいな運営してるんで、そんな感じかなと思ったんですけど、ちょっとそことは異なってね、さっきカレーとラーメンを食べたんですけど、出てくるみたいですね。それであればしっかり食べましょう。ということで、まあ、15時間のフライトになりますので、もうインターネットはね、もう今すぐでも課金していこうかなと思います、まあ、ビジネスであれば無料ですね。例えば、ね、まあ、フルフライトプランがありますので、まあ、これは逆にお得感感じますね。15時間もあればね、まあ、それでも3000円ぐらいか、安くはないです。ファーストビジネスは無料、課金させていただきます。では2時24分で、もうね、真夜中でございますけども、こっちではバリバリ食事が配られているという不思議な感じです。もうやっぱりさすがにでも寝てる方も多いですね。多分それが正解だと思います。じゃあもうちょっと待ってみましょう。喉乾いてきた。あ、はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで食事がやってまいりました。大体離陸からやっぱり後方なんでちょっと時間かかりましたね。というのでもう鶏照り焼き丼って書いてます。これ一択みたいですね。もうワンワンか夜食か朝食か、あ、分からん食事ですね。まあでもどことなくなんかちょっと軽めな感じがしますね、普通の食事よりは。でもがっつりありますね、普通の食事です。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。やっぱり軽めな感じがしますね。ヨーグルトがあるから朝食かな。美味しいですけど、とりあえず眠い。大体の方は多分しっかり食べてます。15時間フライトなんで、まあ、機内食はないとって感じですけど、日本出発時間を考えると。っていう感じですね。JAL のロンドン便みたいに、ラウンジ全員もう入れて特例で、ただ深夜便は離陸後食事しばらくはなしみたいな感じにした方がいいかもしれないです ね。とりあえず美味しいんで、しっかりいただこうと思います。
じゃあ、まあ、寝るだけです。あ、めちゃくちゃ眠いんで、正直。今はもう、爆睡できる自信あります。まあ、起きたら、イスタンブールぐらいまで行きたいんですけどね。それはないかな。まあ、とりあえずは、寝ようかと思います。これ12時間。それではまた食事食べ終えたらひたすら寝るって感じですね。はい、ということでね、順調にミラノに向かっております。あと残りでも5時間ぐらい。結構1回目がね、睡眠がっつりもう1時夜3時とかに寝たんで、もうがっつり寝て、まだちょっと眠い感じなんでね、そのまま寝ればつくんではないでしょうかみたいな感じですね。まあでも本当に、でも今回のフライトね、羽田空港にも直前に着いてスムーズにチェックインして飛行機乗れるんで、いやすごいですね。ミラノにサクッと行けるそうな感じなんでね、素晴らしい、いい路線ができたなって個人的には思いますね。まあね、この深夜便もありありっちゃありかなっていう思いますね。というわけで、また引き続きちょっとやっていこうかと思います。それで、ね、今回ちょっとびっくりしたのはね、私の隣に座ってる、まあ一個空いてますけど、隣に座ってるね、横のね方が、なんとね、私の中学の同級生で、ね、びっくりしましたね。1年前ぐらいに、その友人の結婚式で、ね、会って、ばったり、久しぶりに。そう、それね、海外とかで、ね、なんかバーテンダーとかやってて、ね、めちゃめちゃかっこいいっすよね。まさかの奇跡が起きて。なかなか楽しいフライトになってます。まあ、それはちょっと今回、賞味関係ないですけど、ね、そんな感じの、ね、ハイフライトでございます。ということで、順調向かっていると思います。じゃあ、トイレ掃除して、また座席戻りたいと思います。今日本時間で12時48分でございますけれども、もうミラノ時間に合わせようかと思います。だいぶ、まあ、8時間減りまして、今ミラノで朝4時48分ですね。到着予定が8時5分で、残り3時間16分でも、なんかここまで来たらね、もう少しだなって感じですね。今国会あたりですね。はい、ということで、とても快適な感じで、もう一回寝てたら、なんか明かりがついてて、なんか食事が始まるって感じでした。それで、ここも33平米なんですけどね。そう。ここマップは、窓がここ1個ないんですよね。そう。それで、ここにあるんで、全然大丈夫なんですけど。そう。逆にでも、これは良かった。ずっとこんな感じで寝てました。やっぱりでも、長距離戦は私は窓が好きですね。なんか、打たれるんで。以前、通路側になってたらね、結構ね、私も体大きいんでね、通路にちょっとはみ出してることがあって、ね、カートが足当たったりとか、そういったこともあったんで、まあ、こんなだけ長いフライトでも、窓側が好みですね。すごい、ここまで、ね、トルコや、アンカラって言ったトルコや、ここまで来ましたね。到着2時間前でやっと食事が出てきて、現地まで鮭の彩りご飯と、あともう一つはなんかチキン、多分そっちは洋食だと思うんですけど、クリームチキンみたいなことが言ってたかな、そんなやつだったと思います。はい、ということで来まして、やっとここで
あれですね、外が明るくなってきた感じですね。今まで真っ暗な感じでした。ほぼ東ヨーロッパに入る、東ヨーロッパに入ろうとしてる感じですね。そんな感じで、もうすごい食事以外にもこんな感じで、シール、ミランのシール、これは激レアですね。あとは、あ、クッキーですね、うん、イタリアクッキーと、こんなもあったんで、ありがとうございます。美味しいですね。もう今日本が午後2時なんで結構乗ってますけど、でもなんか体感時間はそんなに長くは感じないですね。結構あっという間に来れました。やっぱ寝たのが多かったですね。まあ日中のフライトよりだいぶ楽ですね。まあ、帰りはただ日中のフライトになるんで、そこはまあ機内エンタメとか、まあ、ネット契約するなら、まあ、携帯見ながらとか、そんな感じですかね。鮭も美味しいな。IT エアウェイズなら、あの機内でね、あのピスタとかいいかもしれないですけど、やっぱり日系なんで日本食を選んでますけど、やっぱり美味しいですね。 ANA のクラントフルト便に関してはですね、北極圏経由で行ってるみたいですね。だから本当にもうどっちから行こうが、まあ、ほぼ同じようなルー、ね、到着は同じような時間に着くっていう、同じような距離、同じような時間って感じなんでしょうかね。あとは天候とかそういったところを考えて、多分日によっては変わってくるかもしれないんですけど、だいぶでもルートが違うんでね、あとこれでもパイロットの方も大変ですね、うん、目的じゃほぼ同じなんですけどね、ロシアを避けるか北極圏かみたいな、ね、運命の分かれ道になってますね。すごいね。というわけで、そんなことを思いつつ、北極圏だとね、オーロラが見えるかもしれないですけど、こっちはないですね。機内食美味しいです。お、ということで雲を抜けるとイタリアの街並みが見えてきましたね。あと20分で到着です。というんで、まだ朝ということもあってね、ちょっとどんより、あの朝ということもありまして、なんか静けさがある、ね、風景でございますけども、間違いなくイタリアのはずです。はい、すごいね。時刻表では8時30分だったので、だいぶ前倒しになってますね。はい、ということで、まもなくしたら、ではミラノ、はい、到着でございます。なんか
ちょっと寒そうだね、ここら辺見ると。まあ今12月ですからね。新型コロナウイルスの影響により延期となっておりました。楽しみにされていた皆様を4年もの長い間お待たせしておりましたことを心よりお詫びするとともに、コロナの長いトンネルを抜け皆様のご支援のこと、今日無事に書便を就航できたことを乗務員一同心よりお礼申し上げます。 ANA はこれからも全グループ社員一丸となってワクワクで満たされる世界を皆様にお届けいたします。改めまして、今日はスターライアンスメンバー ANA とイタエアウェイズのコードシェア便をご利用いただきましてありがとうございました。皆様の次のご搭乗をお待ちしております。どうぞお体にお気をつけてお過ごしください。Dear passengers, we have landed at Milan Malpensa International Airport. Thank you for flying with ANA, a member of Star Alliance, and ITA Airways. We look forward to seeing you again. Cari passeggeri, siamo atterrati all'aeroporto di Milano Malpensa. Benvenuti a Milano. Speriamo di rivederci presto. Arrivederci. Grazie.ということで到着しました。いや、よかったです。アナウンスね。あとやっぱり最後もイタリア語でしっかりね、お伝えして。いや、なんかこう、これから ANA のイタリア、ね、あの盛り上がり、そうですかね。いや、本当にでもね、そう、コロナがなければもう4年前に就航してたんですよね。まあ、それがやっとっていう感じなんで、これからどんどんまた就航路線をね、増やしていってほしいですけど、とりあえず、ミラノ線おめでとうございますということで、私もやってまいりました。外はまだね、日が出てないような感じなんですけど、ここから多分どんどん明るくなってくるんじゃないかなって思います。横はちょっと見えづらいですけども、エアチャイナとかアジア系の国、タイ航空もあったね、うん、そこら辺が集められているようなところですね。飛行機は間もなく停止しますが、皆様の安全のためベルト着用帯が消えるまでお座りのままお待ちください。搭乗口の装着作業に時間を要しております。ドアが開きますまで今しばらくお待ちください。現在外の気温は4度とほじられております。どうぞ皆様お気をつけてお過ごしください。本日のご搭乗誠にありがとうございました。はい、ということで到着しましたけど、5分ぐらい、あれですね、機内で待機ということで、立ってる方は、ね、ずっと待ってるって感じですね。というのもあのブリッジがね、つけられてないので、まあ、ここら辺はね、羽田空港着だとね、もう即座につけられるということで、ちょっと偏見も入るかもしれないですけど、まあ、なんかちょっとイタリアらしいと言いますか、ね、そういった感じの、ね、あの機内でございます。ということで、
特に消防車で放水とかそういったイベントはなかったですね、うん、期待してましたけど、うん、ということでちょっと外の状況が湿気でもうほとんど分かんない状況です、うん、ということでまた2回目のです、ね、ピカチュア流れてきました。でもそれにしても本当に降りれないね。こんなことなかなかないな、うん、ああ寒い。服装ミスったわ。はい、ということでとても快適でした。ありがとうございま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 した。サブということで、すげえいいね、感激です。ということでこれを見てもらいます。寒い、めっちゃ寒い。イタリアってこんな寒かったっけ。いやそれ驚きなんだけど、まあ朝だからっていうとあるんですけど。よし、ということで無事到着しました。ありがとうございます。すごいね。あ、そうだね、アルマーニの国はね、もうブランドの国ですよ。ということでもうね、もうミラノにこれからはね乗り継ぎなしに東京から行くことができます。お、ということでここでも経験もあるんですね。はい、ここでもいただけるんですよ。あ、すみません、どうもありがとうございます。すみません、ありがとうございます。イエーイ。いや、すごいな、これちゃんとでも ANA ロゴ入った、なんかイタリアンお菓子なのかな。お菓子いいね、嬉しいわ普通に。いやすごいね、いいね。これから、ね、頑張ってほしいです。今はいいですよ。おお、ということで、もう間違いなくでもイタリアですね。はい、それでは今からですね、イタリアに入国、はい、まあ、EU に入国いたします。いや本当にでもね、15時間って聞いたあれですけどもね、もう本当に寝たら着いたって感じです。おお、すごい。そうね、カルティエもね、いやそう考えるとミラノやっぱすごいですよね。もう本当に一流ブランドが集まってる、もう都市ですかね。すごい。ジャパニーズブルーラインオンザレフト、こんにちは。ということで無事入国することができました。ポスターバンと押されてって感じですね。はい、ということでこちらですね。よし、ありがとうございます。うっと、よし、よし。台北からもですね、到着です。8時30分。一応両替するところも空港にありますけど、基本的にまあでも日本で両替した方がレートはいいと思います。ああだいぶあれです、スプレッドがある。じゃあここでいいのかな、誰もいないから。よし、じゃあ空港のそばに出ましょう。全然東京よりも寒いかな、うん、もう白い息が出るような感じです。ということで無事東京羽田から ANA の書便に乗ってこちらの方にやってまいりました、うん、時間はだいぶトイレとか行ってね、8時40分とかなんでだいぶ前倒しになったみたいですね。ということで、ね、ぜひ皆さんこれから、ね、ANA を使ってですね、イタリアに来ることができますので、ぜひちょっとね皆さん乗ってみてください。というので、ね、本当はねイタリアここからねいい時間帯に着くんでね、今日観光してとかねミラノね、ちょっとやりたいところなんですけど、ちょっとね100万マイルの旅がね、ね今年の宿題が残ってるということで、実はこれからねまた飛行機乗ってですね、そこをもう決着させようかなっていうふうに思ってます。ちょっとねまあ行かないといけないですけども、ぜひぜひ皆さんもねミラノね、もう日本から直行便出るようになりましたんで、まあ、今までなかったらおかしいっていう感じなんですけどもね、まあまあそれは置いといて、本当に ANA さん、ね、
4年、ね、遅れましたけど、初便で、ね、乗ることができてよかったです。ということでこんな感じで、ね、今回の動画終わりたいと思います。またいろんなね飛行機乗っていきたいと思ってますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。それではバイバイ、チャオ、グッ。